よく晴れた天気になりました。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出しているという以上、この試合絶対に負けられませんね。エースで負けるとチームの流れが悪くなりますから、今日は絶対勝ちたいですよね。そうですね、エースの好投に期待しましょう。まずはイーグルスのエース則本が楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。今日は相手打線どのように抑え込んでいくんでしょうか。バッターは荻野。さあゲームが始まろうとしています。荻野レフト、荻野背番号0。はい、打ちました。大きな打球になった。ライトセンター下がっていく、下がっていく、右中間を深々と破るヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあイーグルス先制のピンチです。まあやはり後手に回りたくないですからね。ここは冷静に対処したいですね。うん、そうですよね。まあピッチャーの彼がこういった状況でよく打った。さあこれで決まるのか。引っ張った。これはファーストライナー。さあそして打席には中村が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたがピンチは続きます。まあここ背番号8。打ちました。いい当たりだ。レフト下がる。抜ければ先制ですがレフトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。マリーンズ1点を先制しました。レフトオーバーのタイムリーヒット。1対0、イーグルスなおもピンチです。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。打席には4番バッター安田。イーグルスこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいて打ちました。これはセカンドライナー。さあそしてバッターボックスには井上が入っています。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあここは安易にストライクを取りに行くと危ないかもしれませんよね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ここで点は取られたくないですね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですからしっかりと自分のピッチングをすることですね。その警戒すべき福田がバッター5球目は何で来るか。インサイド落ちました。さあどうだ。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。マリーンズ1点追加します。2対0になりました。イーグルスこれで2点ビハインドとなりました。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。立ち上がりを攻められています。さあそして打席には佐藤が入ります。さあピンチは続いています。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。次が6球目。打ちました。流しました。これはサードライナー。里崎さん、初回の攻撃特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはねやっぱり欠かせないですよね。そうですよね。マリーンズマウンドに上がるのは先発の種市。さあイーグルス打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。小深田が打席に入ります。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。打ちました。いい当たり。弾き返した打球はセンターへ。2回の表、2回になります。マリーンズの攻撃。
バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている田村。キャッチャー田村、背番号22。初球は何で来るか。ライト方向を流しました。これはどうか。ピッチャー取った、アウト、ワンアウトです。バッターは9番に入っている藤岡。則本、まずは先頭バッターを打ち取っています。背番号4。外れてフォアボール。ワンアウトからランナーを出してしまいました。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。バッターは2番バッター、マーティン。ライト、マーティン、打ちました。ここは打ち上げています。小深田が抑えてスリーアウトチェンジです。バッターボックス中村。さあ3球目は何か。中村、セカンド中村、打ちました。浅村、アウト、ワンアウト。バッターは打順は4番安田。サード安田。ストレートのフォアボールになりました。ワンアウトからランナーを出してしまいました。さあ次のボールが勝負ですね。なるほど、そうですか。アウトコース打ちました。小深田が掴んでツーアウト。バッターボックスは6番福田。福田、これが4球目。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。取ってスリーアウトです。打順はトップに帰って小深田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方。三遊間抜ける、ランナー出塁しました。ワンアウト、ランナー一塁です。さあランナーを一塁に置いています。バッターは鈴木、そして一塁ランナーは小深田。チャンスがあれば走ってもいいですね。どう動いてくるでしょうか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、さあそういった配球です。打ちました。中村、アウト、際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト。4回の表、小宮山さん、序盤で7番、ワンボールツーストライクです。佐藤、指名打者佐藤、三振です。ワンアウトです。バッターボックス田村。8番キャッチャー田村、打ちました。この打球はフライになっています。センター掴んでツーアウト。バッターは打席には9番バッター藤岡。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトになっています。打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。辰巳が掴んでスリーアウトです。5回の表にゲームが進む。攻撃は1番レフト荻野。レフト荻野、先頭バッター歩かせました。ノーアウトからランナーを出してしまいました。小宮山さん、どうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。はい、ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですか。インサイド落ちました。高く上がった。この当たりはどうか。右中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達。マーティン、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー三塁二塁です。ここはいいバッティングをされました。ツーベースヒットでランナー二塁三塁となっています。ちょっと慎重になりすぎましたかね。バッターは3番中村。ストレート打った。ファースト取った。そのまま入って一塁アウト。ランナー三塁二塁は変わりません。ここは三振を取りたいですよね。そうですね。打ち上げた、高い打球になった。ここはフライになっています。
取ってアウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。ファースト井上、うちのボール打っていった。この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。追加点は、打順は1番に帰ります。バッター小深田、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー2塁です。うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。まあそうですよね、完全に甘く入ってますからね。さあ、そして打席には鈴木が入ります。さあ、得点圏には同点のランナーを置いています。もう追いつければ戦い方も変わってきますからね。なるほど、そうですね。左に切れます。ワンストライクです。思わずバットが出てしまったでしょうか。すぐに追い込みました。この球は見送ります。外のボール打っていった。高い打球、キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで抑えてワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。つなげなかったですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには3番の茂木が入っています。初球はストレート決まっています。これが2球目。思わずバットが出たような形です。ストライクを先行させていきます。追い込みました。よく見極めましたね。やはり選球が、空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。このチャンスをものにしたい場面でしたが、ツーアウトになりました。ランナー二塁はそのままです。何としても同点に持ち込みたい場面でしたが、三振、ツーアウトです。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。まず何を投げてくるか。まずはボールから入りました。さあ2球目は何か。しっかり捉えた。いい当たりだ。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。イーグルス同点2対2。試合は振り出しに戻りました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。ゲームは同点、行方は分からなくなりました。楽天生命パーク宮城から6番センター福田、センター福田、打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあ、球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああなるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。さあ一塁に勝ち越しのランナー、指名打者佐藤、アウトコース打ちました。小深田二塁を送ります。二塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。打席にはじゃあ田村、これはバット出ず三振です。スリーアウト、チェンジ。さあ、そしてバッターボックスには小深田が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。初球から行きましたが空振り、ファウルです。三遊間レフト前へ抜けていく。サードランナーホームイン。二塁はセーフ。イーグルス追加点を挙げました。4対2。エースに援護点をプレゼントします。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。追加点の入ったこの場面、ゲームは中盤戦です。7回の表、小宮山さん、ここまでしっかり9番
藤岡、ショート藤岡。打ちました。取ってワンアウトです。バッターは打順はトップに帰って荻野。レフト荻野。バッターこれでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。さあここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。掴んでツーアウトです。100球を超えていますがまだ続投するでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。どうでしょう、ちょっと限界のようにも見えますけどね。ああなるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。イーグルス、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の酒井。打順は3番中村。3番セカンド中村。追っつけて打ちました。これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ。田中が掴んで3アウトです。8回まで来ました。追いかけ4番サード安田。さあ勝負してくるのか。安田打ちました。ヒットになった。安田ヒットが出ました。ノーアウトランナー一塁です。イーグルス、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手のブセニッツ。5番バッター井上。5番ファースト井上。バッターは6番福田。イーグルス、ヒットとフォアボールでピンチを広げています。さあ点差を詰められたくないこの場面。ここはゲッツを取りたい場面ですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけ。内のボール打っていった、高く上がった。ここは打ち上げています。取りました。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには代打の清田。里崎さん、ここで変えてきました。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここをしのいでいけるかどうか。ここはストライクゾーン内で動くボールが有効ですよね。ああそうですか。フォアボールのランナーを出しました。フォアボールでフルベース、ピンチを迎えます。まあここは甘めでいいんでね、動くボールで勝負したいですよね。ああなるほど。マリーンズ押し出しで1点返します。5対3。よく選びました田村。バッターは傷口を広げないようにし、藤岡。さあ4球目は何か。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。これで犠牲フライがなくなってだいぶ楽になりましたね。はい、三振で2アウトとなっています。満塁は変わりません。打順は1番に帰ります。バッター荻野。ストレート打った、ファーストの左抑えた。そのまま入って1塁アウト。これで3アウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。打順はトップに帰って小深田。まあここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打ちました。痛烈な打球、高く上がった。伸びていく、どうだどうだ。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー二塁です。さあイーグルス、追加点のチャンスを迎えています。ここでの追加点は大きいですからね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには太田が入っています。初球は何から入ってくるか。最初は変化球できました。ボールになります。バントしました。左方向へ転がした。ピッチャーが抑えた。一塁アウト。きっちり遠く。試合は最終回まで。2番ライトマーティン。ライトマーティン。真ん中打ちました。高く上がりました。ファールグラウンドへのフライです。
ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。イーグルス、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の松井。打席には3番バッター中村。セカンド中村、アウトコース打ちました。これはセカンドライナー。バッターボックスには4番サード安田。打ちました。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。楽天イーグルスが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、やはりチームとしてもエースの登板で確実に勝つというのは非常に大きいですよね。いや、もうこれはその通りですよね。もうエースが出た試合はとにかく勝たないといけないわけですから、ベンチの大きな期待に応えました。勝ったイーグルス、接戦をものにしました。一方のマリーンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルスが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。